エディット・ハンナムは、イングランド・ブリストル出身の女子テニス選手。フルゲームは、エディット・マーグロット・ブーシェ・ハナムという、1912年のストックホルム五輪で実施された、テニスの室内競技で、女子シングルス、混合ダブルスの金メダルを獲得した選手である。ウィンブルドン選手権ではタイトルを取れなかったが、1914年に女子ダブルス準優勝があった。 1912年のストックホルム五輪ではテニス競技は通常の屋外競技に加えて室内競技の2種類が実施されたエディット・ハンナムが女子シングルスと混合ダブルスの金メダルを獲得したのは室内競技部門である女子シングルス決勝ではハンナムはデンマーク代表のソフィー・カステンショルドを6から4、6から3で破って優勝した混合ダブルスでは チャールズ・ディクソンとペアを組み、同じイギリスのハーバート・ロー・パー・バレットヘレン・エッチソン組に4から6、6から3、6から2の逆転勝利を収めた。屋外競技と室内競技の出場選手を見比べると、男女シングルス、男子、混合ダブルスのいずれの部門でも、ハンナムを含めたイギリスの代表選手たちは、スウェーデン開催の屋外競技にはエントリーせず、 すべて室内競技に出場を絞ったことがわかる。この変則的な方式の大会では、屋外競技は女子シングルス12名、混合ダブルス13組で優勝を争ったのに、対して室内競技は女子シングルス10名、混合ダブルス10組の戦いであった。室内競技は前回の1908年ロンドン五輪でも、 実施されたが、ロンドンとストックホルムの2大会のみで廃止された。ウィンブルドン選手権でのハンナムは、シングルスでは、オリンピックの前年に当たる1911年に、チャレンジラウンドの決勝進出が、自己最高成績であった。ハンナムは、チャレンジラウンド決勝で、ドラブースビーに2から6、5から7のストレートで敗れ、大会前年度優勝者、ドロデア・ダグラス・チェンバースとの、 オールカマーズファイナルに進めなかった。1914年、ハンナムはエセルトムソン・ラーコムと組んで女子ダブルス決勝に進出したが、エリザベス・ライアンアグネス・モートン組に1から6、3から6で敗れた。ハンナムは夫の仕事の関係で一時期カナダに住んだことがあるが、カナダからイギリスに帰国した後、オリンピックの室内競技金メダルやウィンブルドン選手権で活躍した。 彼女の夫は1916年に第一次世界大戦で戦死している。ハンナムは1951年1月16日、ロンドンのケンジントンにて72歳で逝去した。ありがとうございます。